コーロギ新三は宮崎県宮崎市出身のプロサッカー選手。J リーグ裏はレッズ所属。ポジションはフォワード、ミッドフィールダー。元日本代表。J1 リーグ歴代通算得点ランキング3位。小学生時代、第7回全日本少年フットサル大会に出場した経験がある。同じ少年チームにいた井ノ葉雅彦は当時のコーロギについて、 ゴールを決めまくっている印象しかないと語っており、宮崎県内では非常に有名なサッカー少年であった。中学3年時に高校の一般入試に落ち、高校進学について悩んでいた頃、豊商高校の松崎博美監督からの誘いを受け、豊商高校へ入学する。高校入学後サッカー部に入部するも厳しい練習や上下関係に耐えられず、 一時期部活に行かなかった時期がある。しかし、松崎監督の説得でサッカーを続け、一学年上の増田哲史と共に、全国大会に出場した。高校時代から、年代別代表に何度も招集され、豊昇高校卒業と同時に、鹿島アントラーズに入団。2007年 J1 第14節大分、トリニータ戦でプロ初得点を挙げた。マルキーニョスと、 柳沢淳の欠場で、出番が回ってきた第28節ビッセルコーベ、1で2得点を挙げるなど、この年は短い出場時間で貴重な得点を多く挙げた。2008年は、前年に対談した柳沢の背番号13を自ら希望して着用。序盤は、前年同様スーパーサブとしての起用が目立ったが、得点を重ねると、田代雄造が不調に陥った後半より完全に、 レギュラーに定着を果たし、J1 連覇に貢献する。2009年は開幕直後にメンバー外になるなど苦しいスタートだったが途中出場した第3節サンフレッチェ広島、第4節京都産が FC 戦と2試合連続決勝点を終了間際に決めた。夏場以降14試合得点から見放されたが、指揮官、オズワルド・オリベイラはコオロギを起用し続けた。第30節。 ジェフユナイテッド千葉戦で3ヶ月半ぶりの得点を上げると、大一番ガンバ大阪戦では、後半に先制点と追加点を上げ、優勝へ大きく前進させる。そして、最終節浦和レッズ戦では、内田篤とのクロスに滑り込むように飛び込み決勝点を決め、鹿島を3連覇へと導いた。またこの年は、リーグ戦では、自己最多の12得点を記録した。 2012年頃になると、大迫優也が一トップとして起用されるようになったこともあり、本職ではないサイドハーフで出場することもあった。2012年限りで鹿島アントラーズとの契約を満了。同シーズン、鹿島はリーグ選手版まで J1 残留を決められず、コオロギの移留及び契約延長に出遅れた。 その最中、浦和レッズから獲得のオファーを受け、完全移籍した。年間を通して1トップでプレーし、2009年に記録した自己最多得点を更新する13得点を挙げた。2014年も、リ・タダ・アキラの加入があったものの1トップを守り続けていたが、J リーグカップ予選、第2節大宮 RD ャ戦からリオ1トップに、2シャドウにコオロギと、原口元気を組ませる。 新戦術で挑んだ。慣れないポジションでの起用だったが、監督のミハイロペトロビッチの起用に応えた。J1 第13節大宮戦からは1トップに戻った。優勝争いをするチーム内で最多の12得点を上げていたが、第30節鹿島アントラーズ戦で右腓骨を骨折し戦線離脱を余儀なくされた。シーズン中の復帰は難しいと思われたが、20日の練習に、 部分参加。22日に行われた優勝を占う大一番となった J1 第32節ガンバ大阪戦にベンチ入りし後半44分から出場した。しかし出場直後相手選手と接触した際に幹部を強打し怪我が悪化してしまい再び離脱した。2015年は首の故障などで序盤戦は欠場したが復帰後は ファーストステージ15節で優勝を手繰り寄せる、決勝ゴールを決めるなどコンスタントに結果を残した。セカンドステージ12節で得点を挙げ、シマ・アントラーズ時代を含めて4年連続2桁得点を達成した。2016年10月9日、J リーグカップの準決勝、FC 東京戦では、セカンドレグでプロになってから初のハットトリックを決めて代表組がいない。 中決勝進出に貢献した。10月22日、セカンドステージ第15節のアルビレックス新潟、戦では2得点を決めて、勝利に貢献し、J1 リーグ史上12人目となる、通算100得点を達成した。2017年4月7日、第6節のベガルタ仙台戦では、今季初のハットトリックを決めた。5月12日、4月に行われた5試合のうち、 5得点を挙げて月間 MVP を受賞した。5月20日、第12節の清水エスパルス戦で今季2度目のハットトリックを達成した。8月19日、第23節の FC 東京戦では2得点を決めて自己最高の今季15得点目を決めて得点ランキングでも首位に立った。10月22日、第30節のガンバ大阪戦で 今季20得点目を決め、浦和の日本人選手として、福田正宏以来、二人目のシーズン20得点を決めた選手となった。2018年4月1日、第5節のジュビロ岩田戦で、史上51人目となる J1 通算350試合出場を達成する。8月2日、第19節の川崎フロンターレ戦で得点を決め、 史上3人目となる7年連続2桁得点を達成した。リーグ戦15得点を決め、小林優と並び日本人得点王となった。2019年4月28日、第9節の清水エスパルス戦で、アディショナルタイムの97分に得点を奪い、J1 通算139得点目に到達し、三浦和義と並ぶ、歴代得点ランキング6位体となった。 同時にこのゴールは、平成最後の J リーグ主観試合での得点となった。6月15日、第15節のサガントス戦で、アディショナルタイムの93分に逆転ゴールを奪い、クラブ通算91ゴール目を達成し、福田正宏と並ぶ、クラブ歴代得点ランキング1位体を記録した。また、J1 通算140得点目で、三浦和義を抜いて、 歴代得点ランキング単独6位になった。7月6日、第18節のベガルタ仙台戦で決勝ゴールを決めた。クラブ通算92ゴールを達成し、福田正宏を抜き、クラブ歴代得点ランキング1位となった。9月1日、第25節の湘南ベルマーレ戦で先制ゴールを奪い、史上初の8年連続2桁得点を達成した。この年の j リーグ、 シュート決定率で1位となった。2020年7月8日、第3節のベガルタ仙台戦で決勝点を決め、勝利に貢献した。また、この得点により、浦和での J1 通算100得点を決めた初めての選手となった。9月9日、第15節のサガントス戦で同点ゴールを決めた。このゴールにより、史上6人目となる J1 通算百5 0得点を達成した。 12月16日、第33節の川崎フロンターレ戦で、先制点となる PK を決め、J リーグ史上初となる9シーズン連続2桁ゴールを達成した。2021年5月26日、第16節サンフレッチェ広島戦でゴールを決め、J123 得点ランキング単独3位となった。2008年、日本代表にも招集され、2008年10月9日に、 東北電力ビッグスワンスタジアムで開催された国際親善試合 UAE 戦で代表デビューを果たした。2015年7月、東アジアカップ2015に出場するサッカー日本代表メンバーに選出され、約4年ぶりの代表復帰となった。2016年6月23日、リオデジャネイロオリンピックに出場する U-23 サッカー。 日本代表のオーバーエイジ枠に内定したことが発表された。初戦のナイジェリア戦では PK で得点を挙げたが、2戦目のコロンビア戦、3戦目のスウェーデン戦は、試合には出場するも得点を挙げられず、チームはグループリーグ敗退となった。その他の公式戦その他の国際公式戦、ありがとうございます。